Hosanna, Hosanna,
Thank you.
Thank you.
怠けてるようですけどね、この夏この暑い時に仕事なんかしたら倒れてしまう。
まあ、だから比較的北米の北の人たちの勤勉ですね。まあ、南の人はね、何もしなくてもほとんど落ちてくるんですね。パイナップルやですね、ヤシの実や。まあ、でも、どんな人でも必要なのはこの日曜日の安息です。日曜日の安息、それは私たちにとって神からの命令であり、また神様が私たちに書かれたこの聖書というのは人間の取扱い説明書です。でそこにはっきり書いてあるんですね。日曜日を休め、いや土曜日って言ってるんですけどね、週一度は休めってこう言ってるんですね。皆さん、これは大切です。私たちがもしこの日曜日の礼拝しっかり守り、そして安息しないならば、皆さんは壊れてしまいます。私たちは壊れてしまいます。で、この場所の中にですね、もう一方休まれている方がいるんですね。神様です。皆さん、ここに神様いらっしゃるの感じますか？感じていますか？アメン。だからそれは主の臨在って言うんですね。 God's presence。 臨在っていうのはね、主が確かにここにおられる。人間の臨在って何かっていうとね、その人が存在感を持ってるってことです。その人が仕切ってる、場の空気を仕切ってる。でも神の臨在の前に私はあってあるもの。人は皆地にひれ伏し、神ご自身の臨在がこの場所におられるときに、私たちは解放され自由を得ることができる。神様も一緒に休んでおられるんですよ。ここに立ち寄って神様も休んでいるから、私たちも休まるんですね。イエス様はこう言われました。すべて重荷を負って苦労している人は私のもとへ来なさい、あなた方を休ませてあげます。イエス様と一緒に今日休みをいただきたい。そう願う人はアーメンと言ってください。アーメン。今日のメッセージの題は、この神様が臨在される場所、神の神殿の完成ということについてご一緒に学びたいと思います。聖書をまず一箇所読みます。コリント第一3章16節17節、説教要約の裏に載ってあります。あなた方は神の神殿であり、神の御霊があなた方に宿っておられることを知らないのですか？もし誰かが神の神殿を壊すなら、神がその人を滅ぼされます。神の神殿は聖なるものだからです。あなた方が神の神殿であると聖書は語ります。多くの人はこの教会堂、教会の建物を神の神殿だと考えます。わかりやすいからです。でもそれは単に集会場です。神の神殿というのは私たちのことです。教会堂っていうのは私たちが集まる場所、そこに意味がないというわけではありませんけど、神殿とはイエス様を信じる信者の集まり。今日私たちはその神殿が完成するということについてご一緒に学んでいきたいと思います。第一番目、あなた方が神の神殿です。つまりそれは複数形なんですね。私たち信者が集まった場所が神殿が建てられている場所、一部分です。聖餐式は毎週教会で行われます。それはパンが裂かれて分散されます。なんでサイコロのように、包丁で切らないんでしょうか？まあ、それには意味があるんです、ね、イエス様が裂かれた、そして裂くとですね、同じ形に裂けないんです。なんか不自然なんですよ、逆に言えば。同じ形のね、大体多くの教会そういうね、姿勢の同じ形の、ものがでも違う形である。つまりそれは私たちみんな違いますよね。皆さん、自分と他の人と、同じですか？違いますよね。みんな違う。私たちはみんな違う、でもみんな素晴らしい。それがこのパンの一部分であることを教えています。つまりみんな違う、でもパンの一部分というのは一部分なんですよ。あのパンはイエス・キリストのことを指しているんです。つまり私たちはイエス・キリストの一部分なんです。それは大きかろうが小さかろうが、そこには価値がある。
皆さんどうぞそのことを知って劣等感を感じたり、また人に対して優位にあると考えたり、比較したり、妬んだりするのをやめましょう。皆さん、この教会や神の神殿の中にそういう価値観はないはずです。その価値観は世の中にあるんです。世の中からそういう価値観を入れてはいけません。皆さん、今日断固ね、嘘を追い出しましょう。常識という名のもとで皆さんは嘘を信じてませんか？偽りを信じてませんか？自分はダメだと思ってませんか？皆さん、それは断固追い出す。絶対に入れない。考えの中に、心の中に入れない。そして真理を受け入れるんです。神様は言いました。私の目にはあなたは高価で尊い。私はあなたを愛している。皆さん、偽りを追い出し、真理を受け入れる。真理だけで心を満たす。皆さんとなりますよ。祝福します。皆さん、これがクリスチャンの戦いなんですよ。戦いは人と戦うんじゃない、人と競うんじゃない、この悪魔との戦いだ。偽りを追い出す戦いだ。霊の戦いなんだ。そういうふうに聖書は語ります。皆さん、私たちは高価で尊い、神様の素晴らしい、愛される、みんなナンバーワンだ、オンリーワンだ、そういう存在であることを皆さん信じてますね。皆さん、もしそれ以外のことを考えてたら、皆さんの中に偽りの悪魔が入ってますから、追い出して、そして真理であるイエス様だけを受け入れる。今日そのような夕べとなりますように祝福いたします。2番目、神の神殿は今工事中です。工事中です。で、神の神殿というのは今建てられているんですけど、その神殿の材料は皆さんなんですね。皆さんというその材料を使って、そして神は神殿を建てようとしている。先ほどみんな違う、みんな素晴らしいとお話しましたけど、でも今皆さんという素材はですね、材木は、まだ完全になってないんですね。歪んでいたり、へし曲がっていたり、壊れている。今のままでは使い物にならない。どうしたらいいか。神殿の材料となるためには、まず使う木が死ななければいけないんですね。死ななければいけない。木は切った後はしばらく、この木というのはですね、大きく成長するんですね。命の残像がある。その木は時に花を咲かせたり、実を実らせることも、切ってもいいんですよ。したらしばらく放置して、そして死ぬまで待つ必要があります。皆さん、私たちもそうです。皆さんが生きていたら、皆さんの肉、その我が生きていたら、神の神殿の材料になりません。何が生きていたら問題なんでしょうか。例えば不従順な私です。あるいは罪の奴隷になる。誘惑されるとすぐ罪に流されてしまう。自己中心な私もそうですね。あるいは神様以外に依存する私。神だけを頼れ。そしてもう一つ、万能感を持っている。私にはできるぞ。こういうものに死ぬときに、神様はその材料として皆さんを使うことができる。どうぞ、不従順な私は神に従う人になりましょう。罪の奴隷である私はですね、もう死んだら、いくら誘惑されても反応しないんです。もう死んだ犬はですね、何をやろうがもう動かない。死んだ人も同じです。罪に反応しない。自己中心の私は神中心になる。自分を追い出して、神様が私の中心になる。そして神以外に頼らない。イザヤ書2章22節にはこう言っています。鼻の穴から息が出たり入ったりする存在に頼るな。そんなものに何の値打ちがあるか。皆さん、人は頼る存在じゃないです。愛する存在なんですね。人をどうでもいいって言ってるんじゃないんです。でも人なんかに頼るなよ。そんなの息が出たらもう終わりだ。神様よくご存知なんですね。人間は弱い。私だけを頼れ。そして万能感、私にはできるという考えに死んで、
神にはできると、そういうふうに信じる人になる。皆さんがそうなった時に、皆さんは死んだことになるんです。イエス様と十字架で一緒に死んで、貼り付けになって、そして皆さんのその罪の命、我の命が死んだ時に、神様は皆さんを神殿の材料としてください。パウロはこう言いました。私はキリストと共に十字架につけられた。もはや私が生きるのではなく、キリストが私のうちにあって生きているんだ。皆さん、今日知らせていただきましょう。で、死んだらですね、今度加工が始まります。神様は加工していく。切っていく。でも本来ですね、私たちはもともと完璧なサイズに加工されて作られたんですよ。でも罪が私たちを歪ませ、傷つけ、破壊させてしまった。皆さん、私たちはどうやって回復したらいいでしょうか。この日曜日の礼拝を守りましょう。日々聖書を読みましょう。日々祈りましょう。日々主に従いましょう。そして日々明け渡すことです、神様。自分を。神様は陶器師であるって書いてあります。陶器師というのは粘土をこねて、そしてろくろを回しながら、器を作っていく、そういう人のことです。皆さんをですね、粘土として神様の手の中に委ねて、皆さんをこねて、ぺったん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 こねて、そして新しく神様が皆さんを作り直してくださるときに、皆さんを神は神殿の材料とすることができる。今日、私自身を愛されんなを完全に明け渡す。全面降伏します。これが作り変えられる秘訣です。4番目。今、工事中であるということを知ってください。工事中です。私たちは工事中。工事してたらですね、うるさいですよね。迷惑です。でも工事は必ず終わります。皆さん、お互いにですね、迷惑をかけ合うのが教会なんです。清い人の聖人の集まりじゃありません、教会は。お互いに迷惑をかけ合い、それを許し合い、それを受け入れ合い、愛し合って支え合っていく。今は迷惑をかけ合ってもですね、最後は工事が終わります。今この神殿は工事中です。私たちの教会はですね、人数が今多いわけではありませんけれども、今何をしているかというと工事してるんですよ。一人一人が完全に死んで、一人一人が本当に作り変えられて、愛に満ち溢れて人々を受け入れ、また人々を迎え入れる、そういう準備が今されています。何の力もない教会がですね、そこにドーッと何万人も人が来たらですね、何もできないですよ。もう圧迫しちゃうから。でも皆さんが作り変えられ、あの12人の弟子からキリスト教が始まったんですよ。でもあの12人、120人、あの人たちはちゃんと訓練されて、死んで精霊に満たされて、そして力強い働き人になっていたから、キリスト教を広げることができたんだ。皆さん、私たちは今日作り変えられることをやいやしない、作り変えられることを喜び、全部そのまんま粘土として神のろくろの上に委ね、そして作り変えていただきましょう。神様は皆さんを使いたい。皆さん一人であっても神様は世界を作り変えることができるほど、神様に作り変えられたら用いられるんです。モーセも一人でした。ヨシアも一人でした。ダビデも一人。そしてエリアもエリシャもイエス様も弟子のリーダーであるペテロ、みんな一人でした。一人が鍵です。もしあなたが今日作り変えられるならば、それを喜ぶならば、第3番目、モーセの幕屋とダビデの幕屋と新宿復興協会で話をします。神様は幕屋をまずモーセに作るように示されました。モーセの幕屋っていうのは3つの部分からなっていました。皆さんご存知ですね、モーセの幕屋。まず第一に
大庭がありました。その大庭でまず祭壇があったんですね。そこに動物を殺して血を流しました。もうちょっと進むと旋盤があります。旋盤で体を清めて洗って、そうすると今度はですね、聖女というところに入ります。聖女というところに入ります。聖女はまず食台がありました。聖女はですね、窓がないんです。そこに入ると真っ暗です。でも食台の光が唯一の光になります。皆さん、教会の光は何でしょうか。人間の知恵や学問じゃないんです。聖霊様だけです。聖霊様だけです。そしてパンの机があります。パンというのはですね、神様の言葉です。神様の言葉、その言葉を食べるならば皆さんは命を得ます。そしてパンの机の次に香壇があります。香壇というのは香りを炊くという意味ですね。香の壇で、この香りを神様は嗅いでくれるって言うんですね。皆さん、それは皆さんの祈りと賛美だ。黙示録にそう書いてあります。で、最後に至聖所という場所があります。そこには契約の箱があります。契約の箱、皆さん、今日このモーセの幕屋は私たちの教会で何を、どういう部分になっているんでしょうか。モーセの幕屋は、私たちの教会は形式が、形式として残っています。適当にですね、この今日礼拝しているんじゃなくて、もうちゃんと準備されて、何を歌って、ここで何がされて、そういうことがちゃんと決められています。形式、これがですね、私たちの教会に残っています。もう一つですね、モーセの幕屋の次にダビデの幕屋というのがあるんです。ダビデの幕屋はシンプルです。ただ四角い天幕の中に契約の箱を真ん中にドンと置いただけです。単純です。で、これはですね、自由を表しているんですね。形にとらわれない、ただ契約の箱が真ん中にあるさえばいい。私たちの教会はこの形式と自由を重んじています。ある教会は形式だけで命がありません。で、ある教会はですね、自由はあるけれどもう秩序がない。両方大切なんですね。形式と自由。皆さん、どうぞ、私たちは今この旧約聖書の、聖書の歴史の中で、モーセの幕屋と、そしてダビデの幕屋がこの教会の中に脈打っている、そしてその形の中で私たちは神を礼拝しているということを知ってください。第4番目、神様はですね、ダビデの幕屋をこの時代復興させると、そう語っています。まあ、皆さんの中にはですね、あんまりこういう学びをしたことがない人にとっては何のことを言ってるか分からないかもしれませんが、これは聖書の教えている礼拝の大切な部分です。まあ、大きく言えばですね、モーセの幕屋があり、ダビデの幕屋があり、もう一つソロモン神殿というのがあったんですね。ダビデの息子ソロモン王が建てた神殿。やがて私たちもですね、そのソロモン神殿のような教会堂がこの場所に建てることを夢見ています。でも神様はモーセの幕屋でもなく、ソロモン神殿でもなく、ダビデの幕屋を復興させると言われたんです。ダビデの幕屋一本に集約されました。使徒の働き、15章15節から17節読みます。この後、私は帰ってきて倒れたダビデの幕屋を建て直す、すなわち廃墟と化した幕屋を建て直し、それを元通りにする。それは残った人々、すなわち私の名で呼ばれる異邦人が皆主を求めるようになるためである。倒れた幕屋を建て直す。皆さん、何が倒れてるんでしょうか。ダビデの幕屋の何が倒れてるんでしょうか。皆さん、これは命と自由、これが今の教会にはない、失われている。ある教会行くとですね、まあもう本当に老人ホームのようです。おじいちゃんおばあちゃんばっかり。でもそれが悪いわけじゃないんです。命がないんです。お葬式のようです。ちっとも面白くないし、自由にならないし、元気にならない。
命がないからです。ダビデの幕屋には命がありました。皆さん、ダビデはどうやって礼拝したか知ってますか？その単純な場所の真ん中に契約の箱を置いて、そしてそこの前で踊り狂ったんですよ。ズボンが落ちちゃったんです。奥さんは蔑んだんです。まあ、あなたは王でしょ、一国の。なんとはしたない、恥ずかしい。でもダビデはこう言いました。私は人々から蔑まれても構わない。王の王、主の主であるこのお方の前なんだ。私には関係ない。皆さん、今日そういう信仰を持ってる人いますか？他の人関係ないってあんまり、迷惑かけちゃいけないんですけど、でも私たちは他の人の顔色を気にしないで、このお方の顔色だけを見ている、イエス様だけを意識している、そういう信仰が今日私たちの中にあるでしょうか？皆さん、これが復興するって言うんです。人間の組織になっている教会は、でも神様はその状態から神中心の教会になることを今日私たちに願っておられます。皆さん、この契約の箱が真ん中にあったのは何でしょうか？契約の箱とは神を象徴するものです。神のプレゼンス、臨在、つまり神がここにおられる、目に見えないけれど神を意識しているということです。今日もしですね、皆さん、今安倍総理が来られました、ね、自民党の総裁ですって言ったらですね、まあ、きっと振り向いてですね、おお、よくいらっしゃいました、天皇陛下と皇后陛下がおられました、もう立ち上がるでしょうね。しかし皆さん、イエス様が来られましたって言ったらですね、みんな下向いちゃうんです。はあ、と寝ちゃうんですね。皆さん、それはどういうことですか？イエス様が来てるんです、ここに。目に見えないけど、皆さんも立ち上がってですね、ようこそお越しくださいました。皆さん、これが教会なんですよ。聖霊に満たされるっていうのはそういうことです。神の臨在をここに迎える。皆さん、今日神様がここにいるのにですね、もうつまらなそうな顔をしているわけにいかないですよね。皆さん、そういうね、形式的な、人間だけしか考えてない、それが死んだ教会だ、でもダビデの幕屋が復活したら、そこに目に見えないけど神を人よりももっともっと意識してる。神様が来られるというわけで涙が出てくる。そしてこのお方を崇めている、このお方をもっともっと重要視している。皆さん、それがダビデの幕屋の礼拝です。皆さん、どうぞ一緒に言ってください。聖霊様、あなたを認めます。はい、聖霊様、あなたを認めます。歓迎します。歓迎します。あなたを礼拝します。あなたを礼拝します。アメン。皆さん、これがですね、教会にとって必要だ。そしてこのような礼拝がされるときに自由があるんです。愛が満ち溢れるんです。そして私たちが作り変えられて、私たちが神殿となって、その神殿でこの日本、世界の人たちが礼拝するようになる。皆さん、どうぞ今日神殿として完成させていただきましょう。そして神様がこの場所で働いてください。この日本を勝ち取る、この世界を勝ち取っていく、そのような教会とならせていただきましょう。どうぞ、私たちは人間的な考え方、人間的な目線を、それどうでもいいって言うんじゃないですか。神の御国の目線を持ってください。聖霊様と同じ視点を持つんです。聖霊様は今ここでどういうふうに見ておられるんだろうか。聖霊様と同じように見るってこと、神の御国から見ろってこと。それはちっぽけな存在ではありませんよ、この教会は。恐れるな、小さな群れよと言われました。でも神様はそれを励ましておられる。神の御国から見てください。皆さん、この教会は神に用いられる、神に愛される教会です。
そしてその皆さんの皆さんが一人一人がその神殿の材料なんです。今日皆さんどうぞ私たちが立て上げられて、雨が降ってきますね。突然雨が降ってくるように、神の御霊が降ってくる、聖霊の雨が降ってくる。そして収穫する人々は救われる。この日本は救われる。この日本は変えられる。それを信じて私たちはこの神殿を立て上げていきましょう。どうぞ伝道していきましょう。種をまいていきましょう。種をまかなければ収穫はありません。皆さんどうぞ、私たちはこの工事中です。まだ完全になってません。でも完全になってから伝道するんじゃありません。中国家の教会にはですね、天外ないという教えがあります。天外ないです。天外ないって何かって、まず第一は天ですよ。神との関係です。まず神との関係ができたら、今度は自分の内側じゃないんです。天外なんです。神との関係ができたらすぐ出て行って伝道しなさい。出て行って種をまきなさい。人々にこの知らせを伝えなさい。いやいやいや、私はまだまだダメです、そんなことに関係ない、出て行きなさい。そうすると天外をすると何が整ってくるんですね。皆さんどうやったら私たち作り変えられて成長するの。それは出て行って伝道する、学んだことを人々に教える、伝える。その時に私たちは整えられるんです。作り変えられるんです。自分で自分を変えることなんかできません。だから今日どうぞ神との関係をしっかり聖霊に満たされてイエス様を意識してください。そしてその関係ができたら次は外です。出ていく。皆さんの生活の中で伝える。そしたら気がついて、あれあれあれ、私最近輝いている、喜びがいっぱいである、素晴らしい人生になって、皆さんがですね、内側を気にしてですね、いやもっと立派になったら、そんなこと考えてたらもう棺桶が待ってます。私たちはどうぞ残されたその一瞬一瞬、それを天外に使いましょう。出て行って人に伝えましょう。人々を慰めましょう。微笑みかけ、そして人々を愛し、イエス様のもとに連れて行きましょう。お祈りします。天のお父様、私たち神殿を完成させてくださる、それは伝道する中で、神様に委ねる中で、神様は私たちを作り変えてくださいます。イエス様、今こそ私たちを整えてください。イエス様の皆で感謝してお祈りをいたします。アーメン。では私は一緒に祈りたいと思います。お祈りしましょう。ハレルヤ。天のお父様、感謝いたします。あなたの素晴らしい名前があります。イエス様生きています。イエス様生きています。イエス様ここにおられ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 ます。イエス様素晴らしいです。イエス様素晴らしいです。イエス様生きています。イエス様生きています。あなたは復活されました。十字架にかかり、墓に葬られ、4人くらい3日目によみがえり、私たち今この場所で生きておられる主を礼拝します。天の父様、今日私たちの神殿であるということ、普段忘れていることがあったかもしれませんけど、もう一度思い起こせてくださり感謝します。私たちは神殿の材料です。この材料となってどうぞ神様、人々を救いに導く神殿の一部分、礼拝する場所であるこの神殿の中で神が働き、神が私たちを用い、どうぞこの神殿が日本中へ出て行って、待ってるんではなくて人々がいるところに出て行って、人々が苦しんでいるその悩みを、耳を傾け、そこにイエス様の愛をもたらす、そこに奇跡を起こす、そのような私たちは出ていく教会です。出ていく神殿、神のお父様、今お与えください。神様、あなたの力が満ち溢れるように祝福してください。神様、今あなたの力が満ち溢れるように祝福してください。神様、お願いいたします。あなたの力が今満ち溢れるように祝福してください。アレルヤ。天のお父様、感謝いたします。主イエス様が今来てください。主イエス様が今私たちを作り変えてくださいますよ。アレルヤ。主を感謝する。聖霊様、あなたを歓迎します。聖霊様、あなたを迎え入れます。あなたを愛します。あなたに全てを捧げます。感謝いたします。賛美いたします。どうぞ主を作ってください。官僚、閣僚、与野党、議員の
神様、参議院選挙に神様の御心が行われるように、神様、憲法、改憲、護憲、家憲、それぞれの立場に、神様、人間のいろいろな賛否があります。神様、どうぞ、憲法、問題に関しても神様の方が守り導いてくださいますよ。教育者たちを、また芸能界の人たちを、神様、リーダーたちを、経営者たちを、そして神様、小さな弱い人たちを、みんな神様の流れの中で守りくださいますように。イエス様のとお礼ができることを感謝します。イエス様のとお会いします。あなたに感謝をされます。主、イエス様の皆により感謝し、賛美してお祈りいたします。アメン。一緒に神様の感謝の拍手を取りましょう。ありがとうございます。皆さん一緒に歌ってください。聖歌486番になりましょう。486番を賛美しながら一緒に、献金を捧げたいと思います。君だけ永遠の共にイエスの御心の通りを楽しき声を歌えどうぞ一人一人種をまいた献金した人たちが祝福されますように神様お願いいたします。主イエス様、健康が支えられます。人間関係が、職場での働きが祝福されます。主の疲れが、ストレスが、霊的な圧迫が神様私たちを潰すことがないように主イエス様あなたお願いします。イエス様の皆で感謝し賛美してお祈りなさいます。アメン。神元の神殿をと拝まれ平和の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 平
定められた生産式を執り行います。生産式は主イエスキリストが十字架にかかられる前夜、弟子たちと最後の食事をとるとき、パンを取り感謝してこれを裂き、弟子たちに与え、また杯を取って弟子たちにお与えになり、主が再び来られる日までこれを守るように定められたものです。私たちの罪のために十字架にかかり、あらがいの死を遂げられたキリストを示す新しい契約です。この生産に預かるとき、キリストは私たちのうちに親しく臨んでおられます。またこの生産は私たちが主の愛のうちに一つであることを表すものです。皆さんがこの雨が降って帰りどうしたらいいだろうって今悩んでいるのですが、大体こういう雨がすぐやみますから、あんまりね心配しないで、そして、神様の恵みに目を向けてください。祈ります。恵み深い天の父なる神様、御子イエスキリストが十字架の上に死に、私たちの贖いとなってくださったことを心から感謝いたします。願うは主の慈しみと十字架の恩苦しみを深く覚えさせてください。今このパンと葡萄酒を祝し聖別してください。御前に砕かれた心を持って主の肉と血とを受けることにより、救いの恵みが確かであることを覚え、私たちがキリストにあって一つであり、互いに主にある家族であることを覚えて、この交わりをいよいよ厚くし、共に福音の証に生きるものとしてください。主キリストイエスの御名で感謝して祈ります。アーメン。主イエスは渡されるよパンを取り感謝してこれを裂き、こう言われました。取って食べなさい、これはあなた方のために与える私の体です。私を覚えるためこのようにしなさい。イスラエルでこのパンというとマッツォのことを言うんですね。クラッカーみたいなものです。もうちょっとこの高いものです。なんで膨らんでないかというとですね、そのクラシコっていうのはですね、罪を象徴するから、罪の種が入っていないパンで、だからこれは罪の種じゃない、パン粉なんでね、大丈夫ですけどね、もうちょっと硬いものでした。でも、イエス様はそのようにして私たちに分けられ、そしてこういうものを食べられた。イエス様が今ここにおられることを思い描きながら、感謝を持って一緒にいただきましょう。アメン。どうしてお伝えいたします。私たちの主イエスは同じように杯を取り感謝をされての地になりました。この杯は私の血による新しい契約です。これを飲むために私を思いなさい。この杯は私の血による新しい契約です。これを飲むために私を思いなさい。心の内に信仰を持ってキリストを味わいましょう。祈ります。恵み深い主なる神、あなたの限りない憐れみによって私たちを招き、父の生産に預からせてくださったことを感謝いたします。これによって主イエスキリストの恵みと永遠の命の望みを私たちのうちに確かにしてくださいましたことを感謝いたします。今喜びを持ってこの体を清い生きた備え物として御前に捧げます。願わくは聖霊の助けにより喜びと感謝を持って教会に仕え、御言葉を述べ伝えることができますよ。主が再び来られる日まで御前に歩ませてください。主キリストイエスの皆で感謝してお祈りいたします。御使いを伏して御使いを伏して主を賢しこみ
愛なんだな、その場所に主の愛、今皆さんの声を聞いてください。あなたを優しさに打たれたくずの癒やされる主の愛が今あなたを包む招きから主の主であるお方が今入ってこられます。栄光の王とは誰か、栄光の王とは誰か、栄光の王はあなたご自身です。全知全能なる神です。全ての肉なるものは、全ての被造物はこの方のもとに膝をかがめ賛美し、そしてあなたに栄誉を返します。天のお父様、今礼拝されているあなたご自身がこの場所に来てください。イエス様が、聖霊様がこの場所を支配してください。どうぞ神様の働きを妨害する我の力、不信仰の力、罪の力に今打ち砕かれますように。なぜイエスの名に権威を持って命じる罪の力を今封じ込まれよ、また十字架で死に至らしめよ、悪魔悪霊をイエスの名で命じる、今出て行け、今出て行け。天のお父様、私たちの癒し、私たちの祝福を阻む力は唯一罪と我の力です。神様、どうぞ死に、十字架で死に至らしめることができるように、神様、一人一人が祝福され、幸せになり、また精霊に満たされ、健康を得てこの場所を立ち上がることができるように、天のお父様、今お働きくださいますように。ハレルヤ、天のお父様、ありがとうございます。主の祝福の力が望むように、おー、ハレルヤ、天のお父様、まさきさんの上に主の力が望むように、主を聖霊様に望んでください。メッセージの時間来ることできませんでしたけど、神様の歌は今霊に、また知性に、まさきさんの中に働いておられます。祝福してください。祝福してください。この1週間を歩み続ける、歩み出すに必要な力を全て備えてください。ハレルヤ、天のお父様、主の力が望むように、主の力が望むように、精霊で満たしてください。精霊で満たしてください。精霊で満たしてください。精霊で溢れさせてください。精霊で溢れさせてください。精霊が流れ出るようにし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 てください。精霊がお一人一人の体を通って流れ出るように、流れ出るように、溢れ出るように、溢れる出るように。私を信じる者は、聖書が言っている通り、その腹の奥底から生ける水が川川となって流れ出るようになる。これは私を信じて受ける聖霊のことである。腹の奥底から聖霊が流れ出るようになる。主よ、満たし、溢れ、そしてその祝福が全地に流れるように、神様、お一人お一人を祝福してください。聖霊の火を今下ってください。聖霊の火を今下ってください。聖霊の火を下ってください。私たちを苦しめる、
悪の力を焼き滅ぼしてください。そして聖霊に満たされて一週間スタートできるように、神様、あなたの約束の御霊をください。約束の御霊で満たしてください。イエス様の皆で感謝いたします。賛美いたします。アメン。I love you. 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 My Lord. I love you. I love you.Thank you.
心に合わせず悪魔より救いだ。
願う悪は、我らの救い主、主イエスキリストの恵み、父なる神の愛、聖霊の親しき御交わりが、それを社会主一同と共に、そのご家族親族一同の礼に、インターネットその他メディアで一緒に礼拝を捧げた方々と共に、今のうちも、よい限りなく、あらぬことを、アーメン。一緒に神様に感謝の拍手を持って公開したいと思います。ハレルヤ。アーメン。